オットウィル・ヘルムルドルフ・カラチオラは1920年代から1950年代にかけて活躍したドイツのレーシングドライバーである。1930年代のシルバー・アロー時代のメルセデス・ベンツを代表するドライバーであり、1930年代にヨーロッパドライバーズチャンピオンを3回、ヨーロッパヒルクライムチャンピオンを3回獲得したほか、1938年には行動における 最高速度記録を樹立した。カラツヨラは1930年代以前のドライバーの中でタツヨヌボラーリ、ベルント・ローゼマイヤーと並び称され最高のドライバーの一人に数えられる人物である。レーシングドライバーとしてのキャリアのほとんどをメルセデスチームで走り同チームの黄金期である1930年代のシルバー・アロー時代のエースドライバーだったことで知られている。 1923年にダイムラー社のメルセデスチームに加入し、1926年の第1回ドイツグランプリで優勝して、頭角を表し、以降はチームのエースドライバーとなっていった。しかし、1933年モナコグランプリで練習走行中の事故により、重傷を負ってしまう。この事故により右足が5センチメートルも短くなるほどの後遺症が残ってしまうが、 翌1934年、この年からシルバーアローとなったメルセデスチームに復帰し、再び同チームのエースドライバーとして活躍する。ヨーロッパのレースは、第二次世界大戦が始まる1939年まで、続き、それまでの間5回設けられたヨーロッパドライバーズ選手権のうち、カラツヨオラはヨーロッパチャンピオンの称号を3回獲得した。 当時のヨーロッパチャンピオンの称号は今日の F1 ワールドチャンピオンの称号に匹敵するとされている。カラツヨーラは第二次世界大戦後にレースに復帰したが1952年にスポーツカーレースで起きた事故で再び重傷を負ったことでレーシングドライバーとしては引退し、下位1を走ることはなかった。雨のレースに滅亡強かったことから霊ンマイスターと呼ばれた。 そのドライビングスタイルについては、同時代の名手として知られる達用ヌボラーリのような激しいものではなかったが、優れたコーナリングテクニックと巧みな車のコントロールにより、悠然とリードしてしまうものであったようである。ヒルクライムでも活躍し、エックはヨーロッパヒルクライム選手権でチャンピオンタイトルを3回獲得した。レース以外では、メルセデスベンツによる速度記録挑戦は、 すべてのドライビングを任された。1938年1月28日に W125 レコードアーゲンでアウトバーン上の最高速度記録に挑戦し時速4 3 2 7トルを記録している。これは2017年に破られるまで80年近くにわたって行動上の最高速度記録だった。 カラツヨラの生下1901年1月30日、ドイツ帝国西部に位置するライン川沿岸の小都市レマーゲンで、同地でホテルを経営していた父、オットー・マクシメリアンと母、マチルデの第四子として生まれた。カラツヨラ家は17世紀初めの30年戦争の頃にナポリからラインランドに移り住んだルーツを持ち、ドイツ人だがイタリア風の性を持っていた。 レマーゲンには、祖父ヨハン・アウグストとカラツィオラの代から暮らしており、同地でホテル業を起こした祖父は、町の名士の一人だった。カラツィオラは、幼少期から自動車に興味を持つ少年だった。第一次世界大戦中20代半ばのカラツィオラは、当時のメルセデス車を運転する機会を得たことで、レーシングドライバーになることを決心した。第一次世界大戦の終結後、 学校を卒業したカラツヨラは、地元からもほど近いドイツ生誕のアーヘンに所在する、ファフニール自動車工場で、整備士見習いの職に就いた。1922年、カラツヨラは、アブスのアマチュアレースで、初めて自動車レースに参加し、翌月に、リュッセルスハイムで行われたレースでは、ミゼットカークラスで優勝を経験する。しかし、翌1923年3月、 カラツヨラは、アーヘンを占領していた、連合国のベルギー軍士官たちと、乱闘騒ぎを起こしたため、アーヘンを去ることになる。そして、ツテを頼って、ドイツ東部ドレスデンに移り、そこで、ファフニールの代理店業を始めたが、この仕事は泣かず飛ばずのものとなる。ドレスデンに移って、早々に草レースで頭角を表したカラツヨラは、レース仲間のツテで、 シュトットガルトのダイムラーの重役に紹介され、自身をドライバーとして雇うよう売り込んだ。ダイムラーは機会を与え、当時の同社ワークスドライバーであるクリスティアン・ベルナーの監督の下で、カラツヨーラはトライアルを行った。その走り絵の評価は上々で、まずはダイムラーのドレス電子店で自動車販売員として雇われることが決まり、1923年6月11日に、 ダイムラーに入社した。レーシングドライバーとしての採用ではなかったため、カラツヨラは不服だったが、社員となったことで同社のレーシングカーを借りて、レースに出られるようになり、参戦したほとんどのレースで優勝した。カラツヨラは、小さなツーリングカーレースや、スポーツカーレース、ヒルクライムで活躍し、1924年には、本社のワークスチームにも、 補欠のリザーブドライバーとして登録され、チームへの帯同を許されるようになった。初めてリザーブドライバーとして参加したのは1924年10月のイタリアグランプリで、この時にカラツヨラの世話を焼いたアルフレートのイバーガーとは後に長い関係となる。1926年6月にダイムラーとベンツが合併したことにより、ダイムラーベンツが設立され、同社の車両には、 メルセデス・ベンツの名が付けられた。カラツヨラもまたこの年に大きな転機を迎え、ダイムラー・ベンツのワークスチームである、メルセデスチームのエースドライバーとして、対等していくこととなる。1926年ドイツグランプリ1926年、ドイツグランプリを制したカラツヨラ・ダイムラー・ベンツが、設立された、翌月の7月に、第1回ドイツグランプリが開催される予定だったが、 同日に、スペインでも、別のレースが開催される予定があり、ダイムラー・ベンツは輸出のことを考え、スペインのレースへの参加を優先する腹積もりだった。この方針を耳にしたカラツヨラは仕事を休んで、ダイムラー・ベンツの本社があるシュトゥットガルトに赴き、取締役のマックス・ザイラーにかけ合い、ドイツグランプリに出場するための車を供給するよう交渉を行った。ダイムラー・ベンツは、 カラツヨラの要望を聞き入れ、ワークス体制のバックアップはできないので、プライベーターとして参戦することを条件として、グランプリ用、レーシングカーのメルセデス M218 を対応することに同意した。こうして、カラツヨラは、自身初めて、グランプリに出場することになる。7月の決勝レース当日、カラツヨラは、スタートでエンストを起こし、ライディングメカニックのオイゲンザルツァーと共に、 再始動させたものの、レース開始直後にいきなり1分以上の遅れを、背負ってしまった。しかし、雨が降り始めたことで濡れた路面に足をすくわれ、脱落する車が出始め、霧と雨で視界が奪われた中で、カラチオラは乾燥することだけを考えて、運転を続け、20周のレースを終えて、チェッカーフラッグを受けた。必死で運転していたカラチオラは、 自分が何くらいでゴールしたのか知らなかったが、実はそのレースのファステストラップを記録しながら、全員を抜き去り優勝しており、そのことに、カラツヨラ自身も驚くこととなる。ドイツのメディアは、雨のレースでカラツヨラが示した、見事な腕前から、カラツヨラを、雨の名手、レーゲンマイスターと呼ぶようになった。このレース以降、カラツヨラを中心に、新たに、 監督となったアルフレートのイバウアーを加えたメルセデスチームが形作られていくこととなる。メルセデスベンツ S1929 年モナコグランプリで SSK を狩るカラツヨラ1927年6月出身地近くのアイフェル山地に建設されていた全長 23km 近くになる巨大なサーキットであるニュルブルクリンクが完成した。同月 同サーキットで最初の四輪自動車レースとなる第1回アイフェル連年が開催されメルセデスベンツ S タイプに乗ったカラツヨラがこのレースで優勝しニュルブルクリンク最初のレースの勝者となるフェルディナンド・ポルシェの手になる S タイプは強力な馬力を誇りこの年にカラツヨラが収めた11回の優勝のほとんどに貢献をした1928年には発展型の SS が開発され、同年中に SS をさらに発展させた SSK が開発された。カラツヨラは SS で同年のドイツグランプリを再び制し、ヒルクライムでも1930年に SSK でヨーロッパヒルクライムチャンピオンを獲得した。1929年4月には第1回モナコグランプリに SSK で参戦し、レース序盤に ウィリアム・グローバー・ウィリアムズとトップを争ったものの、ピットストップの際に給油に4分半もかかるというトラブルがあり、この遅れを取り戻すことはできず、3位に終わった。8月にイギリスのベルファストで開催されたツーリストトロフィーでは、雨のレースを制して優勝するなど、多くのレースで優勝を重ね、カラツヨラはメルセデスチームのワークスドライバーとして1930年まで、 活躍を続けた。チームカラツヨーラ1931年ミルデミリア、ステアリングホイールを握っているのがカラツヨーラ。1929年のアメリカ合衆国に橋を発する世界恐慌は、1930年になるとヨーロッパにも大きな影響を及ぼすようになった。ドイツもまた大きな不況に見舞われ、ダイムラーベンツは1930年限りで、 レース活動を終了することを決定した。しかし、カラツィオラがイタリアチームに移ってしまうことを懸念したノイバウアーは、同社取締役会議長のビルヘルム・キッセルを包囲させ、カラツィオラがプライベーターとして参戦するにあたり、賞金などはダイムラー・ベンツと接班することを条件に、小規模な支援を続けさせる約束を取り付けた。こうして、チームカラツィオラが結成された。 ドライバーのカラツヨラ、監督のノイバウアー、整備士3名、タイムキーパー役に妻のシャルディがいるのみという、ごく小規模なチームだった。ノイバウアーの交渉により、車両は本来はワークスチームが使う予定で、準備されていた貴重な SSKL を格安で提供された。小規模なチームながら、カラツヨラは5月のミルレミリア、7月のドイツグランプリ、8月の 1> 第1回アブスレンネンをはじめとしたレースで優勝を飾る。ミッテミリアは長距離であることから本来はコドライバーと交代で運転して走るレースなのだが、カラツヨーラはほぼ全工程を一人で走り、コドライバーのビルヘルム・セバスチャンはステアリングの保持が必要な時の補助に徹した。カラツヨーラとセバスチャンはこのレースで 外国人が優勝した最初の例となった。この年は体制に不利があったにもかかわらず、結果として年間で11勝を挙げ、獲得した賞金を約束通り、ダイムラー・ベンツと分かち合うことで、強力な恩に報いた。1932年ミルデミリア、アルファロメオ 8C-2300 モンツァを借る、カラツヨーラ。ダイムラー・ベンツは1931年限りで、 レース活動を完全に終了し、カラツヨラへの支援も終了することになったため、カラツヨラはもし、ダイムラーベンツが復帰するときは、また戻ってくるということを、ノイバウアーに約束して、イタリアのアルファロメオ陣営に加わった。セミ・インディペンデント・アルファロメオは、カラツヨラに、セミ・インディペンデントという中途半端な契約を提示し、全員イタリア人の他のワークスドライバーたちとカラツヨラを区別した。 車両のカラーリングも当初、カラツオラが乗るアルファロメオは、イタリアのナショナルカラーの赤ではなく、ドイツのナショナルカラーの白で塗られた。こうした扱いは、メルセデス・ベンツの S シリーズが大馬力を誇る代わりに 2500kg を超える重量級の車体だったのに対して、アルファロメオは、高馬力ではあるが車重は 700kg 程度しかなく、車両の性格が大きく異なり、 カラツヨラがその違いに対応することはできないと思われていたからだと推測されている。4月のミレメディアでアルファロメオ遺跡初戦を迎え、カラツヨラは途中のローマまでは首位を走っていたが、レース後半、車両トラブルによりリタイアとなる。これについてカラツヨラはドイツ人が2年連続で優勝してしまわないよう、アルファロメオが故意にリタイアさせたのだと考えている。続く、 モナコグランプリでは、レース中盤で2位になって、首位を走っていた、ワークスドライバーのタチヨヌボラーリとの差を急速に詰め、終盤の10周は、ヌボラーリの直後についたままオーバーテイクを仕掛けることは、せず、ヌボラーリの真後ろでチェッカーを受けた。カラツヨラは、ワークスドライバーであれば、レース後半に、 同じチームのドライバーが1位と2位を走っているなら、順位は争わないものだという不分率があると考えていたためだったが、周囲から見れば、チームオーダーの存在を思わせるものだっため、カラツヨラは観客たちから罵声とあざけりを受けることとなる。翌月も非選手権のレイエースで活躍し、アブス連年で2位、アイフェル連年で優勝し、アルファロメオからは、正式にワークスドライバーとして認められ、 車両も赤く塗装されるようになった。ワークスドライバー6月にヨーロッパドライバーズ選手権の第一戦となるイタリアグランプリが開催され、合わせて完成した新型車アルファロメオ P3 にはヌボラーリとジュゼッペカンパーリが乗ることになり、カラツオラとバコーニンボルツァッキーには引き続き旧型の 8C-2300 モンツァに乗ることになった。カラツオラは序盤でリタイアしたが、 石に当たったボルザッキーニと交代し、ボルザッキーニの車両で3位フィニッシュを果たした。7月のフランスグランプリからカラチオラにも P3 が供給される。P3 はこの年のヨーロッパにおけるレースを設計し、カラチオラはフランスグランプリではヌボラーリとボルザッキーニに次ぐ3位となり、続くドイツグランプリでは彼らを従えて優勝を果たした。 ヒルクライム選手権への挑戦も続け、前年までのメルセデス・ベンツの S シリーズがスポーツカーだったのに対して、この年に用いたアルファロメオはレーシングカーであり、カラツヨラは同選手権のレーシングカークラスでタイトルを勝ち取ることになった。ルイシロンとスクーデリア CC のアルファロメオ 8C-2300 モンツァカラツヨラのアルファロメオへの移籍初年は、 上場の結果となったが、前年のダイムラー・ベンツと同様、アルファ・ロメオもレース活動の休止を決定し、カラツヨーラは再び契約を失ってしまった。アルファ・ロメオからは、同社の車両を引き継いで参戦する予定のスクーデリア・フェラーリに入ることを勧められたが、親友のルイ・シロンも同時期にブガッティのシートを失っていたことから、彼と組んでスクーデリア・シーシーを結成し、 1933年はプライベーターとしてレースへの参戦を続けることにした。チームは3台のアルファロメオ 8C-2300、モンツァを購入し、それを輸送するためのトラックはダイムラーベンツが提供してくれた。カラツヨラの事故が起きたタバココーナー手前の様子。新チームは4月のモナコグランプリから参戦を開始した。4月21日。 練習走行で、カラツヨラとシロンは共にコースレコードに匹敵するタイムを叩き出したが、それをさらに更新しようとアタックしたカラツヨラは、海沿いのタバココーナーの侵入時に挙動が不安定になり、車が横滑りを始めた。ブレーキは効かず事故はもはや避けがたい状況で、海に飛び込むことになるよりは、まだマシだとカラツヨラがとっさに判断したこともあって、横滑りした車は、 コース右側面の石壁に衝突した。時速110キロメートルでコーナーに侵入した車が壁にぶつかった衝撃により、車のボディは潰れ、この時の衝撃で、カラツヨラは右足の大腿骨と蛍骨を複雑骨折し、玉下関節も片方ある重傷を負った。モナコの病院では足を切り落とすしかないと言われたため、ボローニャの巧妙な外科医、ビットリオプッティを頼る。 手術の結果、足を切断することこそ免れたが、右足の長さは、事故以前より5センチメートルも短くなり、痛みも残るという後遺症が残った。療養生活と、さらなる不幸末バズで歩くこととなったカラツヨラは妻、シャルリーの献身的な助けに支えられ、スイスのルガーのついでアローザに別荘を借りて、療養生活を送った。同じ頃、ダイムラー・ベンツは、 翌年からのレース復帰を目指して準備を進めており、ノイバウアーは見舞いの名目でドライバー候補のカラツヨラの別荘を訪ねた。ノイバウアーはカラツヨラの様子を観察してみてレースにはとても耐えられそうにないと考えたが、カラツヨラは自身を売り込み契約を求めた。そうしてノイバウアーの温情によりテスト走行の結果次第という条件付きながら、 ダイムラー・ベンツは、カラツヨラを1934年のドライバーとして、起用する契約を結んだ。事故の翌年に1月に、ダイムラー・ベンツと契約を交わし、復帰への道筋がついたのもつかの間、その翌月、カラツヨラは、さらなる悲劇に見舞われる。シャルリーが、スキー好きであることを知っていたカラツヨラは、事故以来ずっと彼につきっきりで世話をしていた妻に、息抜きに、 新鮮な空気を吸いに行くことを勧めた。それに従った彼女は友人と日帰りでスキーに出かけたが、そこでなだれに遭うという不幸に見舞われ、死去してしまう。立て続けの不幸に打ちのめされたカラツヨーラはアローザの別荘に閉じこもった。シロンはカラツヨーラを立ち直らせるために尽力し、カラツヨーラはシロンに押し切られる形で1934年4月のモナコグランプリに ゲストとして招かれた。前年事故を起こしたコースでデモ走行を行い、そこで自分でも意外に思うほどレーシングドライバーとしての自覚が湧き上がり、再びレースに戻ることを決意する。他人より2から3秒早く走るためには生命をかける男のことを考えて微笑み方をすくめる連中もいよう。私にとって唯一の幸福とは車の中に座り、 ウィンドシールドの影に身をかがめ、スターターが旗を振り下ろすのを待って、他の連中より何分の1秒か、早く走り出すことなのだ。それから路上を走る何時間かだ。風はうなって吹き、エンジンは吠え、自分のうちにうなりを生ずるのだ。もはや足の悪い、沈んだ男ではなく、300あるいは400馬力以上を湯のままに支配する男だからだ。鋼鉄の生き物をコントロールする意志なのだ。 ルドルフ・カラツヨラ第一次世界大戦の終結、そして世界恐慌の影響で、ダイムラー・ベンツは長期にわたって経済的な苦境に立たされ続けていたが、1933年1月にアドルフ・ヒトラーを指導者とする国家社会主義ドイツ、労働者等が政権を奪取したことで同社を取り巻く、情勢は一変した。経営環境が安定したことで、 ダイムラー・ベンツはレースへの復帰が可能となり、メルセデスチームの活動も再開された。メルセデスチームがヨーロッパ中のレースを席巻したシルバー・アロー時代の始まりである。復帰したカラツヨーラは、同チームのエースドライバーとなり、キャリアの最盛期を迎えることとなった。1934年、復帰1934年フランスグランプリ。カーナンバー8がカラツヨーラ社。 5月末、アブス連年が開催され、このレースで復帰するため、メルセデスチームはこの年から施行された 750kg フォーミュラ規定に合わせて開発した新型車 W25 を持ち込み、練習走行を始めた。これを利用して、カラツヨラが復帰可能か判断するためのテストが行われ、ここでカラツヨラはすでにレギュラーに選ばれていた。 マンフレート・フォン・ブラウヒッチュとルイジ・ファジオーリのタイムを上回ったことで再起用が決定した。これに、カラツヨラは大いに安堵することとなった。アブス連年には結局チームが参戦を取りやめ、翌週、6月初めのアイフェル連年に臨むことになるが、実質的に2つしかコーナーが存在しないアブスなら、ともかく172のコーナーを持つニュルブルクリンクで、 500km のレースを走り切ることは困難と判断し、カラツヨラはこのレースへの参加を辞退した。カラツヨラの復帰レースは7月のフランスグランプリになったが、このレースでは車の方がトラブルを起こしてリタイアとなる。ある意味でカラツヨラにとっては幸いなことに、完成して間もない W25 は初期トラブルが多く、レースの全距離を走り切る機会はなかなか訪れなかった。 8月には、クラウゼンパスヒルクライムで優勝するが、これは2 2トルの短距離で競われたものであり、長距離のレースを走りきれるのか、というカラチィオラ本人と周囲が抱いていた疑問は、拭えないままとなる。9月のイタリアグランプリでは、足の激痛に耐えつつ60周を走って、周囲を奪うが、痛みに耐えきれず、ファジオリに車を譲り、結果として、ファジオリが、 セッカーまで車を運び、116周のレースを制して優勝を記録した。自力で完走できなかったことは、カラツヨラを落胆させたが、同月のスペイングランプリでは、チームオーダーを無視した恥を売りに抜かれて2位になるという出来事はあったものの、ようやく完走することに成功した。1935年タイトル獲得1935年、 フランスグランプリを制したカラツヨラカラツヨラは相変わらず足の状態に不安を抱えたまま1935年シーズンを迎えた5月に開催された非選手権のトリポリグランプリでは猛暑の中で4回のタイヤ交換を行った末に地震単独で走り切って優勝しこのレースはカラツヨラに大いに自信を与えたカラツラはこの年から再び設けられた ヨーロッパドライバーズ選手権の各グランプリでも優勝を重ね、全7戦の選手権中のフランス、ベルギー、スイス、スペインの4つのグランプリで優勝し、ヨーロッパドライバーズチャンピオンの称号を獲得した。この年、メルセデスチームは非選手権も含めて14回のグランプリの中で9回の優勝を遂げ、カラツヨラはそのうちの6勝を挙げ、チームのエースとしての地位を確固たるものにした。 1936年、不審のシーズン1936年、モナコグランプリで W25 ショートカーを狩る、カラツヨラ前年、タイトルは獲得したものの、最大のライバルである、アウトユニオンの車両は、V 型16気筒のエンジンを搭載しており、メルセデスチームの W25 は、排気量では遅れをとっていた。そこでチームは、従来の直列8気筒エンジンに代わる V 型12、 気筒エンジンの開発を進めたが、結果的にこの計画は頓挫し、重いエンジンを積むために軽量化し、ホイールベースの短縮などの設計変更が施された、車体のみが残されることになる。チームからショートカーと呼ばれた、この W25 は1936年に投入されたが、この年のチームに大きな不信をもたらすことになった。選手権の 1> 第1戦で4月に開催されたモナコグランプリは雨のレースとなったためカラチオラが車をトップでチェッカーまで運び続く5月の非選手権のトリポリで4位チュニスで優勝バルセロナで2位と一見するとまずまずの結果を残したがこの年の活躍はここまでだった6月に開催されたアイフェルネムからメルセデスチームは完全に競争力を失い アウトウニオンに立ち打ちできなくなったことから、W25 ショートカーに見切りをつけ、シーズン途中でその年の残りのレースに参戦することを取りやめた。こうしてカラツヨラは質感し、アウトウニオンの新鋭ベルント・ローゼマイヤーが新たなチャンピオンとなった。1937年タイトル奪還非選手権の1937年、マサリクグランプリで W125 カルカラツヨラ。 1937年は1934年からグランプリ用車両の技術規則として適用されていた 750kg フォーミュラの最終年となる。前年の不振からメルセデスチームはこの年だけのために新型車 W125 を用意した。W125 は650馬力もの高出力を誇る強力なエンジンを搭載するとともに 前年の W25 ショートカーの不振の原因となっていた車体設計を大きく見直し、新規開発されたものである。W125 を要したメルセデスチームはこの年のレースを設計し、カラツヨラはこの年の選手権でバンダービルトハイと日程が重なったベルギーグランプリには参戦できなかったが、残りの4レースで3勝、2位1回という圧倒的な 成績を残しヨーロッパチャンピオンタイトルを奪還した。中でも8月に開催されたスイスグランプリでは大雨であったにもかかわらず平均時速1 6 9トルという新しいラップタイム記録を樹立して優勝し、霊ンマイスターとしての評判をなお一層高めた。1938年1月、行動最高速度記録の樹立とローゼマイヤーの死、 メルセデスチームはレースに復帰した1934年から自動車による速度記録のクラス記録を更新する挑戦を毎年シーズンオフに行うようになり、そのすべてにおいてカラツオラは車両の操縦を任されていた。その挑戦は1935年に開通したライヒスアウトバーンのフランクフルト・ダルムシュタット間を舞台にして行われ、カラツオラは1936年時点で 国際 B 級の速度記録を樹立していた。しかし、翌1937年、この記録は、時速4 0 0トルを超える速度を記録した、アウトウニオンのローゼマイヤーによって破られてしまう。雪辱を期したメルセデスは1938年のシーズンオフを待たず、1938年の年明け早々に再挑戦を行うことを急遽、決定した。 1938年1月28日、改良された W125 レコルトワーゲンに乗ったカラツヨラは、時速 432.692km という新たなクラス記録を樹立して、アウトウニオンとローゼマイヤーへの逆襲に成功した。この記録は、行動で記録された最高速度記録としてその後も、長く残り、2017年に更新されるまで80年近くに、 渡って破られることのない記録となる。しかし、この日の最大の出来事は、この記録更新ではなかった。同日、アウトウニオンも、速度記録に挑み、ローゼマイヤーは記録の奪還を期して走ったが、その走行時にクラッシュを起こし、この事故により、ローゼマイヤーは帰らぬ人となってしまう。最大のライバルの死は、カラツヨラにも、衝撃を与えた。 1938年ヨーロッパチャンピオン連覇8月に開催された非選手権のコッパーチェルボで W154 オカルから強ら。この年からエクアの車両規定が従来の7 5 0ラムフォーミュラから排気量を制限する形に変更された。メルセデスチームは新規定に合わせてスーパーチャージャーのついた排気量3リッターのエンジンを搭載した新型車。 W154 を用意し、選手権の第一戦である、フランスグランプリでいきなり1から2から3フィニッシュを、遂げる圧勝劇を見せ、その戦闘力の高さを証明した。この年のカラツヨラは、全4戦の選手権で1勝を挙げたのみだが、前戦で表彰台を獲得する安定した強さを見せ、悠々とヨーロッパチャンピオンの連覇を確定させた。この年のアウトウニオンはエースである、 ローゼマイヤーを失ったことで文字通り制裁を書き、もはやメルセデスチームの敵ではなかった。この年のハイライトとなったのは、その一生を挙げた8月のスイスグランプリだった。雨となった、このレースは、序盤はチームメイトのリチャード・シーマンがリードしていたが、カラツヨラが彼を追い抜いて、周囲をダッシュした。このレースは途中で、デインバイザーを失うというハプニングがあったにも、かかわらず、 水しぶきがゴーグルに直接かかって視界が遮られる中、周囲を守ってゴールした。1939年、最後のヨーロッパ選手権この年のレースは、ヨーロッパを取り巻く、政治情勢が緊迫していく中で行われた。レースにおいては、チームメイトのヘルマン・ラングが才能を開花させ、カラツヨーラは、ラングに対抗心を燃やすことになる。ヨーロッパのレースシーズンの幕開けとなる4月の、 ポーグランプリは当初はカラチオラがリードしていたがトラブルにより修理している間に交代しラングがこのレースを制した。続く5月初めメルセデスチームはトリポリグランプリに挑むこととなる。このレースはイタリア勢の思惑により1.5リッター以下の車両しか参加できないという規則が前年9月に急に決定した経緯があり。 規定に合う車両を持っていなかったメルセデスチームは W165 を8ヶ月という通常ではありえない短期間で開発してこのレースに臨んだ。完成した車両は2台しかなかったためカラツヨラとラングのみで参戦することになったがノイバウアーが2人に与えたレース戦略を分けたことも影響してカラツヨラは ラングが優遇されているように感じ、ラングも同様にカラツヨラが優遇されているように感じ、チームメイト間で大きな亀裂が生じることになった。選手権レースが始まると最初の2戦はリタイアとなり、7月に開催された第3戦、ドイツグランプリはアウトウィニオンのヘルマン・パウル・ミューラーとの一騎打ちを制して優勝し、これがドイツグランプリで6勝目でカラツヨラにとっては、 グランプリレースで最後の優勝となった。この年はラングには終始リードされ、やがて9月に第二次世界大戦が始まったことでレースは中止となってしまう。これにより、カラツィオラのレーシングドライバーとしてのキャリアは一旦停止することとなる。ルガーの第二次大戦が始まるとカラツィオラは自宅のあるスイスのルガーノから動かず、スイス政府による全住民への通達に従って、 菜園を作ったりして過ごした。ナチスドイツ政府が国外への資産持ち出しを禁止していたことから、貯金のほとんどをドイツに置いていたカラツヨーラは、日々の生活資金に困ることとなるが、ダイムラー・ベンツ取締役会会長のキッセルは、カラツヨーラを同社の社員扱いとすることを決定し、同社は重役待遇の年金をスイスフランで支払うことで、カラツヨーラのそれまでの貢献に報いた。 しかし、ダイムラー・ベンツが、戦時下に、外国で過ごしている人物に金銭を支給している、ことは問題視されることとなり、この、年金は、ナチスの政権下で、自動車産業や、モータースポーツの管理を管轄していた、国家社会主義自動車軍団の命令によって1942年4月に、停止された。カラツヨラには帰国する要塞さんにわたって命令が、出されたが、 カラツィオーラは拒否して、戦時中はスイスに止まった。足が不自由なカラツィオーラは、前線には立てないため、ドイツに帰っていたとしたらその名声を使って、舞台移門に従事することになっていたが、カラツィオーラは、自分で信じられない、ドイツの勝利を若者たちに信じさせるような行為は、できなかったと後に、自伝で述べている。1946年インディアナポリス500第2次。 世界大戦終戦の翌1946年3月、カラツヨオラはインディアナポリスモータースピードウェイの副社長であるポップ、メイアーズからインディ500に参加しないか打診を受けた。終戦直後で難しい依頼だったが、スイスには2台の W165 が隠されていたことから、その車両を使って参戦できるよう、カラツヨオラは奔走した。4月末にはスイスから車両を 港まで搬送することはできたものの、船便の手配がつかず、結局、W165 を使った参戦は諦めた。将来に備えて、レース観戦だけでもしておこうと考えたカラツヨーラは、現地に赴き、そこで、ジョエル・ロブソンから、車両提供の申し出を受け、それを快諾した。カラツヨーラは、念のためレーシングスーツなどを持ち込んでいたが、 アメリカ自動車協会の定めた規則により、当時のアメリカのレースではヘルメットの着用がすでに義務付けられていたため、カラツヨラは初めてヘルメットをかぶって走行に臨むことになる。5月28日に行われた練習走行において、カラツヨラに災難が降りかかる。走行中に頭部に何かがぶつかったことにより意識を失い、カラツヨラを乗せた車は、 フルスピードのまま走り続け、コースを囲っていた木の柵に突っ込んでいった。その衝撃で投げ出されたカラツオーラは後頭部を路面に打ち付けた。ヘルメットがなければ即死していたほどの事故だったが、奇跡的に一命は取り留め、頭蓋骨には骨折もひびも負わなかった。しかしながら、事故後は数日間にわたって昏睡状態となり、目覚めてからもしばらくの間は記憶障害を起こした。 現地で知り合い意気統合していた IMS のオーナーのトニー・ハルマンはカラツヨラの療養のために尽力しカラツヨラは回復するまでハルマンから提供された別荘に数ヶ月にわたって滞在したメルセデスチームに復帰 300SL1950 年にメルセデスチームは活動を再開し同年9月にカラツヨラはラングカールクリングと共にニュルブルクリンクで走行テストを 行った。このために用意された W154 は、開戦初期に疎開された車両を、戦後の混乱の中でかき集めてきて仕立てたものであり、もはや万全のグランプリカーではなく、カラツヨラはこの車によるレースを拒否した。1951年6月、ダイムラーベンツは、モータースポーツへの復帰を正式に決定し、まずは、スポーツカーレースで参戦を始めることとなる。 1952年に、ルドルフ・ウーレンハウトが、レーシングスポーツカーである 300SL を新たに、開発し、それに乗ったカラツヨオラは、同年5月初めに開催された、ミルデミリアで4位完走を遂げる。最後のレース1952年6月のルマン24時間レースにも、出場予定であったが、5月半ばに開催された、スポーツカーのベルングランプリにおいて、またしてもアクシデントに見舞われる。 このレースでは 300SL を買って、スタートで首位に立ったものの、2周目からブレーキが不調をきたすようになった。短距離レースであることを鑑みて、チームメイトたちを先行させて、自分はブレーキはなるべく使わないようにして乾燥することに、専念したが、カーブが連続する区間を時速 160km で走行中に、左後輪のブレーキが急に作動してしまい、 コース外の木に衝突してしまう。この事故により、左足の大腿部と膝を骨折した。このリハビリには時間がかかり、翌年には歩けるようにまで回復したが、この事故によって、レースからは引退した。1952年に寄った傷が回復した後、1956年からは、ダイムラーベンツによる特別販売活動に協力した。この活動は、北。 大西洋条約機構に所属する軍隊の100万人に及ぶ兵士たちを乗用車販売のターゲットとしたものである。部隊はヨーロッパ中に散在していたため、カラツヨラは南はトリポリから北はオセロまで各地の軍事基地を訪れ車のデモ走行などに精力的に取り組んだ。カラツラはその名声と人柄からどこの基地でも歓迎を受けるとともに人々を魅了し、 4年にわたるこの活動によりヨーロッパ中の軍隊に車が売れるようになりメルセデスベンツの販売に大きな貢献を果たした。1959年初めから原因不明の体調不良を起こすようになったが、それでも各地の基地を訪問する活動はやめなかった。6月を過ぎると容態は急速に悪化し9月28日。 入院先のカッセルの病院で観光編により死去した。その遺体は自宅のあったルガーノの墓地に埋葬された。カラツヨラ・カルッセル・レマーゲンの記念碑カラツヨラが獲得した数々のトロフィーは彼の死後、前述の縁もあったことから、インディアナポリス・モーター・スピードウェイ博物館にすべて寄贈され、その後も同博物館の展示物となっている。 ニュルブルクリンクの中でも有名な区間の一つであるコンクリート舗装のヘアピンコーナーはカラツヨラの生前は単にカルッセルと呼ばれていたがその死後カラツヨラを叩いてカラツヨラカルッセルの名が付けられているこの区間はもともとはコースではなかったのだがカラツヨラがバンクとして使用を始めたとされており1932年にコンクリート舗装されたという権威があるためである この名前は通称だったが、2001年に唐津ヨラの生誕100周年を記念して、コーナーの正式名称となった。2001年、唐津ヨラの生誕100周年を記念して、故郷のレマーゲンには記念碑が建てられた。レマーゲンでは2009年には没後50周年を記念して、唐津ヨラ広場も設置されている。唐津よらのドライビングスタイルは非常に落ち着いたもので、 車体のコントロールも完璧に近く、その走りは模範的なことで定評があった。その一方で必要とあらば狂ったように攻撃的な走りをすることもでき、状況に応じて両者を使い分けることが可能だった。レース運びとしては、ノイバウアーが考えたレース戦略の指示には忠実であり、加えて定められたレース戦略の範囲で個々の局面では、 冷静な状況判断に基づいて、レースを組み立てることが可能だった。事伝によれば、最も好きなサーキットとして、何コース中の何コースである、ニュルブルクリンクを挙げている。カラツヨラは、ドイツグランプリで、歴代最多の6勝を挙げているが、そのうちの5勝は、ニュルブルクリンクで開催された、際のものである。かつて、ニュルブルクリンクで開催されていたアイフェル連年、においても、 1927年の第1回大会の優勝を含む4勝を挙げている。カラツヨラと関係が近すぎることを考慮する必要はあるが、アルフレートのオイバウアーは、ヌボラーリ、ローゼマイヤー、ラング、モース、ファンジオと比べても、カラツヨラが最高のドライバーだったとしている。カラツヨラは、雨のレースでは、無類の強さを誇り、霊弦マイスターの異名をつけられ、称えられた。 この異名は、雨の1926年ドイツグランプリを制して、グランプリ初優勝を挙げたことでそう呼ばれ始めるようになったものである。この異名は、カラツヨラの活躍によって生まれた造語であり、英語ではレインマスターに相当するものだが、英語圏でも外来語としてリージェニメイスターの異名が用いられた。雨のレースの強さは、 カラツヨラの特殊な視力によるところが大きいとされており、雨の中でも物もがよく見え、その視力は視界が悪くなるほど鋭くなるであるとか、アザラシの目を持つ、などと言われた。加えて、雨でタイヤのグリップが最低になった時の運転技術では、カラツヨラに並ぶものがなかった。事実として、小規模なプライベーターとして参戦した1931年や、 車両開発が失敗した1936年のような年であっても、雨のレースではそうした風利を覆して優勝を収めている。カラツヨラカルッセルカラツヨラがニュルブルクリンクのカルッセルの溝を初めて使ったのは1931年7月のドイツグランプリだとされ、ノイバウアーはこの時の逸話を自伝に記している。元々の カルッセルはバンクなどない平坦なヘアピンコーナーで、どんなに高度なテクニックを持っているドライバーでも、時速50キロメートルほどまで速度を落とさないとクリアできない区間だった。1931年当時、カラツヨラの小ドライバーを務めることもあったビルヘルム・セバスチャンは、コーナー内側にある幅の広い排水口を利用することで、より素早いコーナリングが可能なのではないかと思いついた。 レースの数日前、セバスチャンはチームカラツヨラの整備士であるビリー・ツインマーを伴って同コーナーで実験をしてみて、溝を使って走ることで時速60キロメートルで走行できることを発見した。この年の SSKL は、晴天のレースではライバルのブガッティタイプ51に立ち打ちすることは難しかったが、このレースは雨となったこともあり、カラツヨラは大差で優勝した。 このレース中にカラツヨラが排水口を利用する新しいテクニックを見せたことで、同レース中に他のドライバーたちもそれを真似するようになった。この排水口は翌年までにはコンクリートで埋められ、同サーキットでよく知られるカルッセルになっていった。カラツヨラが活躍した1930年代は、レーシングカーの技術に新規なものも多く登場したが、 カラツヨラ本人は当時としては一般的な保守的かつ古典的ドライバーであった。ある年のモンツァでのシーズン前テストでメルセデスチームとアウトウニオンはカラツヨラとローゼマイヤーに互いの練習用の車両を交換させるという試みをしたことがある。その時にカラツヨラはアウトウニオンのエンジンを絶賛し、両者はメルセデスの車身にアウトウニオンのエンジンを積んだ。 車こそ理想的なレーシングカーだという点は意見が一致した。しかし、カラツイオーラはフロントエンジンであることが条件だとした。レースごとの車両の調整はエンジニアやメカニックに任せており、この点でもウーレンハウトやメカニックたちと話し合って進める異色なラングや正確な技術的フィードバックを行うことも可能だったシーマンのような若いチームメイトたちとは異なっていた。 ローゼマイヤーから強ラを追うローゼマイヤー親しい者たちからは、ルディとドイツ人ファンたちからは、カラッチと呼ばれた。寡黙な性格であることに加えて、1933年の事故以降はますますむっつりと黙り込んでいることが多くなり、周囲からは王兵で気取った人物と思われていた。 戦前期の偉大なドライバーだとされているが、カラチィオラ自身は、自身や他の偉大なドライバーたちの多くがそうである、ワークスドライバーという存在を、自動車会社という大きな組織の一員に過ぎないと規定していた。優勝への必要条件はまず自動車会社の方が満たしている必要があり、そのためには、高度に研ぎ澄まされた頭脳を持つ技術者たち、作業を正確にこなすメカニックたち、 レースに敗れてもなおレースを続けられるだけの財政的な力といった要素が不可欠だと考えていた。ドライバーについては冷たいテクニックばかりでレースに対する情熱のない人は自動車レースで大成しないと考えていて自分のすべてをかけ他のすべてを諦められるドライバーだけが優勝できるものだと述べている。チームメイトのブラウヒッチュやファジオーリが気分嫌で チームオーダーを破ることもよくあったのに対し、カラツヨラは気分によって本領を発揮したりしなかったりするようなところはなく、規律にも従順に従った。1930年代当時のドイツ人、トップドライバーの一人として、ナチス政権に利用されることは避けられなかったが、ハンス・シュトックとは異なり、カラツヨラ本人は彼らと利益を享受することは誇示し、 ナチス政権のためには最低限の職務をこなすことに、徹した。カラツヨラと、シャルリー・カラツヨラの父、オットー・マクシミリアンは、カラツヨラが学校を卒業した頃に亡くなり、ホテル業は6歳年長の兄オットーが受け継いだ。最初の妻で、シャルリーの愛称で知られるシャルロッテ・リーセンは、ベルリンでレストランを経営する、資産家の娘である。カラツヨラが、 ダイムラーのドレス電子店で働いていた頃に知り合い、1926年、ドイツグランプリの優勝を機に1927年1月に結婚した。交渉ことは、シャルリーの方がたけていたことから、夫とダイムラーベンツとの契約について、ノイバウアーを相手に、シャルリーが契約交渉をすることもあったという。その後、常述の経緯で、 シャルリーとは1934年に死別した。2番目の妻となるアリス・ホーフマントローベックは、シャルリーを失ったカラツヨーラが立ち直るのをシロンと共に助け、その後、1937年6月にカラツヨーラと結婚した。カラツヨーラはアリスに2度求婚したが断られ、3度目で三角関係にあったシロンからの祝福を2人でこうことを条件として、 結婚の申し出が受け入れられた。この結婚の立ち会人は後に、ダイムラー・ベンツの取締役会会長となる、ビルヘルム・ハスペルらが務めた。シャルリーとアリスのどちらもストップウォッチの扱いに慣れており、シャルリーは、カラツヨーラがプライベーターとして参戦していた1931年に、チームの刑事係を担当し、アリスも、メルセデスチームの刑事係を担当していたことがある。 カラツヨラは自動車販売に何度か手を出したことがある。最初はダイムラーに入る以前ドルトムントに移り住むことになりファフニール工場の代理店を始めた1923年春のことである。この時はさっぱり商売にならず、一台だけ自動車を売ったものの当時のインフレを考慮せず現金で売ったため受け取った代金の価値は納車する頃には クラクションと二つのヘッドライトを変える程度の価値に下がっていた。以降はアメリカドルでしか取引しないことを決めたが、無論そんな条件で買う客などいるはずはなかった。カラツヨラはこの商売に見切りをつけ、ダイムラーに就職することとなる。その後、カラツヨラは1926年ドイツグランプリの優勝データ賞金1万7000ライヒスマルクという大金を元手に メルセデスベンツの販売店を開設した。この店舗は1927年1月にベルリン有数のショッピングストリートであるクアフィルステンダムに設けられたもので、経営は好調を維持していたが、世界恐慌の影響を受け、1930年に閉鎖した。同時にそのことを機にスイスに転居した。1933年に足を複雑骨折した際、 また車を売るビジネスマンになることが頭をよぎったが、自分にとってはレースを走ることにこそ価値があると考え、商売を再開することはしなかった。ありがとうございます。